桜色プロジェクト所属元銀行員 VTuber の桐崎つくもです。こんにちは。今日も信長の野望オンライン続きをやっていきたいと思います。前回討ち取りの証でですね、天下武器大会の普通に挑んだんですが、上杉謙信の家臣団にボコボコにされつつもなんとか勝利を収めることができた桐崎軍団ですが、今日はですねその続き武田家以降をですねちょっと挑戦していきたいなと思います。前回と変わった点は間にね挟まってたライブ配信で道場娘マリの和装バージョンを家臣に加えたということが大きく、家臣じゃない英傑に加えたことが大きく変わった点でしょうか。今日はですね、まあそのマリの性能も含めてどんくらい楽になったのかっていうのをねぜひお見せできればなと思っております。それでは早速見てみましょう。さあ行くぞ。さあやってきました、武田信玄家臣団ですね。今回も謙信同様信玄を最速で落とすやり方でなんとか1分タイムアタックをね完遂したいと思います。まずはね、行ってみましょう。何にせよ。ストーン。さあ、ここから1分間のタイムアタック。構成はですね、真田幸村氏康、道場娘マリが英傑で、家臣でこのマガラさんの武芸と幸高、真田幸高のしびれを持ってる琵琶早秀という家臣をね作っております。まあ、難なく信玄は落とせそうですね。信玄を落とせて、あとはこっからですね、しびれが切れた時に勝負になるかなと思います。やっぱマリの、まあ、固定もそうなんですけど火力もねそこそこあるんでだいぶいいですね。楽です。これいけたいけた。さあ、氏康戦です。全く同じ構成で行こうと思うんですが、大丈夫かな。氏康戦もここから1分間のタイムアタック。あ、なんとか大丈夫そう。よかったよかった。そうなんですよね、多分北条家ぐらいからそのカウンタースキル持ってるのが大名武将じゃない武将がそれを持ってるケースが確かあったはずなんですよね。いや、すごい僕のすごい少ない知識で喋ってるので間違ってるかもしれないですけど、よし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 、我が十文字槍の前に幸先よし。さあ、吉本、今川吉本戦に行ってみたいと思います。これ吉本は確か一番下のくず山さんがカウンタースキル持ちじゃなかったっけ、違ったっけな。来た、これ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 、やっぱりね一番下の人だった。よかった、何度か耐えれた。とりあえず行ってみよう、行ってから考えよう。家康軍は誰がその技使ったっけな、意外と半蔵とか残ってる。さあ家康、ここで固定スキル発動。酒井さん使うのかな、もしかしてカウンタースキル。
大丈夫。これで半蔵もそのカウンタースキルを使わないんだったら多分いけるはず。あー半蔵だった。そっか忍者か。ここは OK 分かった。よしリベンジ。今回は反対のね高火力な攻撃を忍者に設定しました。よし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 、とりあえず踏んでみよう。踏んでみないと分かんない。陰陽侍、陰陽宗神主侍薬師。いやみんな名前がほとんど似てるからな。お早い。これ火ダメ軽減、火ダメ軽減じゃない、あれ わあそうだ火ダメ軽減じゃん。これ1分で蹴りつかないやつだね。さすがにピンポイントで1人落とせるかぐらいかな。うわ吉影だ。はい、というわけで気を取り直して吉影戦いきます。今回はね生命減少率の高い順で陰陽師を選択しました。吉影を優先的にね倒す。あ、こうやって見ると終点付きっていう条件でも良かったかもしれない。あとは、しびれ役の忍者はねもうしびれ以外は動かなくしました。家臣の能楽も弁才入れたら動きません。なのでねちょっとでも強い攻撃にね時間を割ければなという1分間のねタイムアタック。もうすぐ、あ、なんとかいけたっぽいな。この間にしびれの準備しといて相手の行動のね一旦終わった後にしびれを入れます。さあ問題は本当この一旦耐えれるか。しびれさせる人が死んじゃった。持たなそうだね。さああと2、あと3体なんとか我々3人でなんとかしよう。相手特殊状態切れてる。お、やって、よし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 。危ない。いや完全に負けたと思った今のは。ああ伊達政宗とりあえず戦ってみます。最後ねちょっと火力上げる実験として弁才をね追い風に変えてみました。さあ3体3体だけど大丈夫そう。誰がねカウンター持ってたんでしょうか、わかんないですけど。あ、相手のこれにも乗るわ、痛いわ。1万3000とか食らってる。強すぎる。あ、忘れてた、しびれ入れよう。あ、なんだらアタッカーマリしかいない。しかもマリ気力がない。あ、これはこれはまずいことになりましたね。
これね、あの誰も何もしない状態になっちゃうんでやり直します。さあ気を取り直してやっていきましょう。今回はね、単体の武芸に変えて氏康の技能を使う武芸を入れました。これでね、追い風もさらにアドバンテージ取れるんじゃないでしょうか。あ、そろそろ切れますね。弁才を入れて、政宗の技能が2発飛んでくる。3発飛んでくるのか、これで。もう一ターン食らうから、ここがむしゃらなんだ、多分。間に合え。政宗のこの2発目をキャンセルして、無敵解除にする。よしよし。これで、多分ね、次激鱗とかいう技が飛んでくるんで、アタック陣がね、全員死んでそうなんよね。特にメインの3枚。あ、調査役だけ生き残ってる。さすがだね、調査役。痺れ入れて、あとはもう調査役のアタック力にかかってる。いや、全然削れねえな、これ。気合はなんとかなるけど、次の政宗の攻撃で、間違いなく調査役行ってしまう。マリが息切れした。いや、しびれ役もこういう時攻撃積んどくべきだった。あ、でもいけるか。ああ、助け立ちしちゃった。よし、がむしゃらでとどめを刺す。刺され、刺さらない。もう一発だ。来なさい。刺され。よし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 。地味ながらも倒しきれた。よかった。すべての相手に勝利されました。というわけで帰りましょう。はい、というわけで今回は天下武技大会の普通を武田家から全部倒しきりました。良かったです。まあ、途中ですね、ダメージ軽減があったり、また伊達政宗の全体攻撃があったり、朝倉さんで苦戦したりと、などなどありましたが、なんとかね、全部倒しきれたので良かったです。まあ、こういう風にね、創意工夫じゃないですけど、戦略立ててね、やってクリアできるなら、それが一番面白いですよね。はい、というわけで、まあ、今回は道場娘マリを、まあ、英傑としてね、使ってどんくらい楽になったかっていう話もあったんですけど、だいぶ楽でしたね。はい、まあ、何よりアタック勢として、まあ、僕のね、英傑の中ではアタック陣としても1枚入れるので、それがやっぱり大きいかなというところではあります。というわけで今回はこんなところにしようかなと思います。今週、違う、来週、いや今週か、まあ、どっちか分かんないですけど、とりあえず次の水曜日ライブ配信するので来てください。で、土曜日も恒例で3時でライブ配信しようと思うので来てください。ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではチャンネル登録、高評価などなどよろしくお願いいたします。桐崎つくもでした。またね。